当時です、ね、白黒アニメがようやく始まった時代でフジテレビで「鉄腕アトム」がヒットしたと。で フジテレビに、まあ、遅れるなとばかりパニックになった TBS はですね我が社もっとアニメを作ろうとするんですけど誰もアニメの作り方がわからないなぜ東映動画はテレビアニメやらないと言ってるし唯一作れる虫プロは鉄アートも手一杯なんですねなので社員の友達単なる社員の友達で人形劇団をやってたですね藤岡豊っていう人にですね声をかけてアニメ作ってくれと言ったとであ藤岡豊はそれでですねこのあの東京ムービーっていうルパン撮影作る会社ことになった会社なんでけど東京ムービーで会社を作ったんです 発注がもうとにかく作ってくれだったんで会社設立日先にあのビッグ x ってアニメをです、ね、オンエアしたっていうぐらいもう本当にバタバタ状態だったそうです。で、えー、その次にですね b ッ g x がヒットしたんで、えー、初代「お化けの Q 太郎」をですね東京ムービーは作り出します。 いないのでですね、えー、虫プロとかですね、東映動画の会社の出口で待ち構えてですね、出てきたアニメーターを本当に袖引っ張って裏口に連れてって、いくらでどう、いくらでどうというふうに金をその場で払って引き抜くというえげつないことをしたそうです。で、まあ、そんなこと、えげつないことをされたアニメーターもアニメーターでですね、東京ムービーにお化けの九太郎のところ行くんですけど、お化けの九太郎のですね、動画用紙の書き方をものすごい誤魔化したそうなんですね。もう、普通に九太郎を書けばいいところですね、全員が素人のいいことにして、 九太郎の胴体だけ描いて、別セルに手だけ描いて、絶セルに目だけ描いて、口だけ描いて、合計6枚で請求書を出してもですね、この時代バンバン通ったそうなんです。で、それで、ものすごいアニメーターを大儲けをしたそうでですね、後にこういうアニメーターを集めて首にするのが大変だったっていうふうに、大塚さんが語ってるぐらいですね、有名なですね。だから、昔からアニメーターは虐げられたっていうふうによく言われてるんですけど、そんなことはな、ね、い。相手が素人と見るや、 アニメでも、とととことんえぐいこんいいをやっていたですね。<laughs> <laughs> なかなかたくましい時代だったんですね <laughs> ちょっとはね見やすい形になってると思いますのであのすいませんけどちょっとぐらい一回あの見てやってくださいよろしくお願いします。